ただ日本の場合ってその金持ちが何か損をするというのは貧乏人の僕らとしてはすっきりするから別にいいんじゃねって考える人が多数派なんですよね。日本からはその大きい優秀な企業が出たりとか外国人が助けに来たりというのはまあないんじゃないかなと思います。日本がこれから衰退直線なのは分かりますが、挽回のチャンスを潰して完全に遠出もさせたと思うタイミングがいつでしょうか。個人的には派遣法改正で派遣社員を急増させたことかなと思いますが、これ以外にありますか。あんまり僕のこの話に乗る人が少ないんですけど、堀江門こと堀江貴文さんが逮捕されて刑務所に行って、でも未だに堀江さんが悪かったよねって思ってる人が多数派なんですよね。堀江さんがやった悪いことって何ですかっていうと、みんなちゃんと答えられないんですよ。よくわからんみたいな。株価のなんかの操作とかしたのみたいな。インサイダー取引なのみたいな。実はライブドアの堀江さんが何をやってその刑務所に行ったかもわかんないけど、でもよくわかんないけど堀江が悪かったんでしょっていうことになっちゃってるんですよ。あれってその監査法人が、上場企業って決算書類作った後に監査法人っていう監査の専門にやってる資格を持ってる人たちが集まった会社があって、そこが会社の状況を見て、あ、これはじゃあもう決算書として提出していいですよってお墨付きをくれるんですよ。監査法人がお墨付きをくれた決算を提出したら堀江さんは逮捕されたんですよ。監査法人の人たちはお咎めなしなんですよ。監査法人の人が OK って言ったら会計の専門家なんですよ。でもそれが OK って言ったらもう会社の経営者が分かるわけないじゃないですか。だって会計の専門家、経営者が会計の専門家なわけないし、会計の専門家が大丈夫って言ったらそれは大丈夫だと思うでしょっていうのがあって、それで刑務所に入っちゃったんですけど、それがいやいやその仕組みおかしいでしょって思う人があんまりなくて、その後じゃあ粉飾やった会社ってオリンパスだったりとか、なんかいろんな会社があるんですけど、金棒だったりとか、でもあそこも全然逮捕されてないんですよね。トップが逮捕されたのって、そういう意味で堀江さんぐらいなんですよね。上場企業で。有名になって、あいつはきっと悪いことをしてるだろうって思い込んでるっていう状態で逮捕されちゃったので、若手が頑張ってしまうと、狙われて、なんか逮捕されてしまうんですよ。っていうのがあって、若手で、俺頑張ってますっていうのを、今言ってる人ってほとんどいないと思うんですよね。ビビっちゃってると思うんですよ。アメリカだとイーロン・マスクさんみたいな、やらかしまくって揉めまくって、でも優秀だよねっていう人が、でっかい企業を作って、時価総額を大きくしてたりするんですけど、テスラっていう自動車作ったりとか、宇宙飛行船を作ったりとかしてるんですけど、っていうのがあったりするので、なのでその、若い人たちがきちんと頑張るっていうのをできなくしたっていうのは僕は堀江さんがきっかけだと思ってて、若手ができないと。日産っていう超ダメ企業が昔あって、借金でね、2兆円とかあったんですよ。2兆円も借金があって、この会社いつ潰れるかわからんよねっていうところを、フランスのルノーっていう自動車会社が買って、ブラジル育ちレバノン人のカルロス・ゴーンさんっていう人が社長としてきて、2兆円の借金があった会社の借金全部返して、毎年ね、数百億円、数千億円までいたっけ、何千億円と利益を上げる会社にしたんですよ。2兆円借金があって、マジこの会社潰れんじゃねえって言ったところが、もう毎年何百億円と儲かる会社にしたんですよ。マジゴーン超優秀じゃんってなったら、ゴーンさん逮捕されたんですよ。ゴーンさん逮捕されて、ゴーンさんが有罪なのか無罪なのかっていう裁判をやってる最中だったんですけど、日本の裁判のシステムで、まあ、地裁でじゃあゴーンさん勝ちました。でも、勝ったとしても、ゴーンさんが釈放されない可能性があって、そのままなんかゴーンさんがこうなんかいろんな理由つけて拘置される可能性があって、高裁に行きました、最高裁に行きましたって言ったとしても、自由になれない可能性があるんですよね。実際勝ったとしても、7年以上奥さんに会うことはできませんっていうのは確定してたんですよ。裁判が終わるまでは、その裁判にその関わるかもしれない奥さんというのは、会ってはいけませんっていうのが、保釈の条件だったんですよ。いくつなのか分かんないですけど、まあ、例えばじゃあ奥さんが42歳とかだとすると、もう多分7年後って子供作るの不可能になるんですよね。奥さんの、まあ、その生物学的に本当に悪いことやったかどうかは裁判で確かに裁くべきなんですけど、それで裁判をその正しくやった場合って、もう子供作ること不可能だし、7年間奥さんに会うことは不可能ですよと。こんなんやってられるかっつって逃げたんですよね、ゴンさん。逃げたことに関しては確かに悪いよねっていうのは僕も思いますと。ゴーンとビーンの違いがわからん。まあ見た目も名前も大体一緒。逃げたことに関しては悪いんだけど、ただ有罪か無罪かわからない人が7年間奥さんに会えないっていう仕組みの方がおかしいんじゃないの。何らかしらの疑いをかけられたらもう7年間奥さんに会えませんと。ゴーンさんじゃあその
ボーナスをなんかこれぐらいもらえるっていうボーナスをもらえるっていう契約を作ったんだけど、そのお金はもらってないんですよ。ただその契約を作ったということを決算の書類に載せなかったっていうのが良くないって言われてるんですけど、それと全く同じことをゴーンさんの下で働いてた西川さんという人がやったんですよ。もともと西川さんという無能な眼鏡かけたおっちゃんがいて、東西南北の西に川で西川さんっていう人なんですけど、無能なおっちゃんなんですけど、まあゴーンさんの言う通りに動いてくれると。ただゴーンさんは日産を大きくしていく上で、あれ西川無能だなと思って西川を切るという判断をしたんですよ。西川を切ろうとした時に西川さんが首相官邸に行って、ゴーンっていうやつが会社を牛耳ろうとしてるから、こいつを追い出して日本人の会社にしたいですって言って、経済産業省の官僚とかがよし、じゃあゴーンを逮捕しようっていうので、ゴーンさんを逮捕したんですよ。ゴーンさんはお金を勝手にこういうボーナスもらうって契約をしてるから、こいつは悪いやつだ、だから逮捕して裁判にするんですって言ったら、西川さん同じことしてたんですよ。西川さん社長になったんだけど、お前同じことしてんじゃんって言ってクビになったんですよ。でも西川さん逮捕されてないんですよ。無能なままどっかでなんかやってると思うんですけど、っていうのがあったりするので、優秀な外国人経営者が日本の会社を立て直すっていうのもやりたがらない国にしちゃったんですよ。若手が IT 企業でブイブイ言わせっていうのもやりたがらない国にしました、堀江さん。日本人の若手ができないんだったら、外国人の優秀な人連れてくればいいじゃんと。外国人の優秀な人が成果を出したとしても、無能がクーデターを起こしたせいで逮捕されて、合法か否か分からない段階で、まあ、奥さんにもう会えませんみたいな国になっちゃったと。優秀な外国人経営者来ないですよね。っていうのがあるので、なのでまあ、そこら辺が僕は理由なんじゃないかなと思うんですけど、ただ日本の場合って金持ちが、何か損をするというのは貧乏人の僕らとしてはすっきりするから別にいいんじゃねって考える人が多数派なんですよね。堀江貴文という人が刑務所に入っても別に俺困んないし、あいつが金持ちになってなんかブイブイ言わせてるの見るよりは、あいつが刑務所に行ってる方がすっきりするから、堀江貴文が刑務所に入るのは正しいっていうのを頭の悪い人が言うのはしょうがないんですけど、官僚レベルの人でも言ったりするんですよね。日本の官僚って給料低いのもあって、経済産業省の官僚の人で経済を回さなきゃいけない人とかでも、法律上は堀江貴文さんは問題ないけど、逮捕して刑務所に入れたのは正しかったよね、みたいなことを言っちゃったりする人とかいたりするんですよ。そういうのが頭いいと呼ばれる、その官僚の人たちでもそういうことを考えてたりするので、しょうがないよねっていうのがあるので、日本からは大きい優秀な企業が出たりとか外国人が助けに来たりというのはまあないんじゃないかなと思います。今後日本経済が世界に立ち向かっていくには何を武器にしてが良いのでしょうか。この考え方をしている限り無理ですね。日本経済を何とかしようみたいなのは無理で、各企業で海外でも成立するような商品を作っている企業もあります。各企業がいろんなものでうまくいってるっていうのが結果として日本全体としてうまくいってるよねっていうのが昭和の時代で、ソニーがウォークマンっていうのを作ったら世界で売れましたとか、東芝のテレビとか東芝の原発とかが世界で売れましたとかっていう感じで、ちょっとずつ世界に売れるものが日本の中であって、まあトヨタの自動車とかっていうのが結果として日本の製品海外で売れてるよねなんですけど、今日本の製品で海外で売れてるものってそんなにないんですよね。ソニーのプレイステーション5が買おうかと思ってるんですけど、あれが割と世界で売れてますけど、ただね、ソニーが日本の会社かっていうと結構微妙なんですよね。日本もソニー多分資本の半分以上は外国が持ってるんじゃないですかね。日本人が作った会社で本社は日本にありますけど、株主として半分以上は外国人なので、会社の利益というのは外国人に帰属しますよという話なので、まあしょうがないですよね。衰退してる国家ってそんな感じで、例えば韓国の銀行の確か7割ぐらいが半分以上外資なんですよね、資本が。韓国の銀行の利益というのはほとんど外国に来ますよと。サムスンも確か半分以上外資なんですよね。そんなにお金のない国でうまくいってる企業って外資に買われてしまって、外国に利益が落ちるっていう構造になっちゃってるんですよね。日本経済がどうこうは長期的にもかなり難しいんじゃないかなと思います。大阪大の研究で、日本人は意地悪で人の足を引っ張りたがる傾向がある、これが失われた30年の要因になっているという説を見たんですが、ひろゆきさんこれどう思われますか。あ、でも多分それどっかも僕ちらっとニュースかなんかで見た気がするんですけど、結構正しいんじゃないかなと思うんですよね。言い方を変えると、嫉妬とあと嫌悪の文化で行列の並んでる店ってあるじゃないですか。なんかじゃあさっきのラーメンみたいので、すげえこのラーメン美味しいわっていうので行列になってラーメン食うまで30分かかる店とかってあるんですけど、それ値上げしたらって思うんですよね。ラーメン100円値上げして来なくなったやつはいいんですよ、来なくても。
100円多く払ってでもラーメン食いたいやつっていうのが来てもらっていいし、本当に美味しいんだったら並ばないでプラス100円で食えるんだったら全然100円払うよ。自信があって美味しいものを出してるんだったらプラス100円くらい出せるでしょっていう強気で攻めていいんですけど、なぜか日本の場合って値上げをすると叩かれるんですよ。貧乏な人とかがあの店安くて美味しかったのにって言うんですけど、じゃあ食うなよって話で、安くて美味しいものを食いたいっていう気持ちはわかるんですけど、じゃあそれで安くするっていうのを相手に強要することっていうのが結果としてじゃあ値段を上げないとかでそれ給料増えないよねっていうとつながるので、金儲けたいんだったらいくらでも値段上げればいいんじゃねって思うんですけど、香港で何屋だったっけな、あれチキンライス屋さんだったかな、もともとなんか屋台から始まったチキンライス屋さんみたいのがあって、ミシュランの星取った瞬間に、1年後になんかすげえでかいレストランになったんですよね。もともとなんかちっこい屋台みたいなのがチキンライス屋さんだったんですけど、ミシュランの星取った途端に、こりゃいいわって言ってめっちゃ値段上げて、レストランにして、で、支店とかも作り始めてて、でも別に世界中の人が香港に来て、チキンライス美味しいらしいよっていうので食べに行くんですよ。何の問題もないじゃないですか。じゃあちゃんと価値があるものを作ってるんだったら、行列を作るのではなく、きちんと高くしてお客さんを待たせないで美味しいものを提供するっていうのをやるべきだと思うんですけど、まあなかなか日本はそういうのを叩く文化があるので不景気になってる面もあるんじゃないかなと思う。転売問題とかでもよくあるんですけど、コンサートとかのチケットのなんか転売がどうたらとかっていうのでなんかよく揉めてるじゃないですか。アメリカのコンサートとかで行くと S 席10万円、まあ、1000ドルとか当たり前なんですよ。日本の場合って S 席が1万円で A 席が8000円で B 席が7000円でとかで大して変わんないですよね。どうしても行きたい人ってもう5万円払ってでも行きたいからっていうので転売屋に5万円とか払っちゃうんですけど、アメリカのアーティストのコンサートの場合とかってもう S 席10万円とかなんで、どうしても行きたい人は S 席10万円払って買うんですよ。っていうので、じゃあアーティストめっちゃ儲かりますと。転売屋の入る余地ないですみたいな形になったりするので、価格をちゃんと高くするっていうのが大事なんじゃないかなと思いますけど。はい、ズボン穴開いてます。